皆さんこんにちは。今回はですね、 Apple Watch で純正のマップのアプリを使う方法について話していきたいと思います。まずですね、この話をしようとした時に、いやいや iPhone で Google マップ使えばいいじゃんっていうツッコミが入りそうです。正直僕もそうだったんですよ。でもですね、せっかく Apple Watch を持っているんだし、ちょっと試してみるかという気持ちで試したら、思いのほか便利でいい体験でおすすめしたくなりました。というわけでですね、まだ使ってない方がいれば、もうぜひ一度だけでもいいので試してみてほしいですという気持ちでこの動画を撮ろうと思いました。動画の流れとしては、まずなぜ Apple Watch のマップのアプリを使うのがおすすめなのかという話をして、その後基本の使い方について説明します。その後にデメリットまではいかないんですけれども、ちょっと気になる点に関して話をしていきます。それでは早速いってみましょう。はい、では早速ですね、なぜ Apple Watch でマップのアプリを使うのがおすすめなのかについて話していきます。結論から言うと、なんといっても iPhone を片手に持ってマップを見ながら歩く必要がないということなんですよね。おそらく皆さんの多くは iPhone を片手に持ってマップ見ながらですね、目的地を確認したりとか、時々こう iPhone を取り出して目的地までの経路を確認したりしているんじゃないでしょうか。で、これを Apple Watch を使った場合は、腕を上げるだけでこう現在地が確認できますし、右折だったり左折をする直前で Apple Watch が振動して知らせてくれるので、そもそもですね、ずっと画面を見ている必要がないんですよね。この手軽さってなかなか説明するだけだと実感湧かないかもしれないんですけれども、試してみると思っている以上に快適に感じるんじゃないかなと思います。はい、ここまでは Apple Watch でマップを使うメリットについて話してきました。ここからはですね、マップの基本的な使い方について話していきます。まず一番簡単な Apple Watch の Siri を使った方法について説明します。まずですね、 Siri に向かって目的地の経路を聞きます。例えば東京駅に向かうんだったら、東京駅までの経路を教えてと話します。これはですね、東京駅までの道順を教えてみたいな言い方でも全然大丈夫です。すると経路の候補が表示されます。この中で自分に合った交通機関の候補を選びます。ちなみにここで1点補足なんですけれども、ここで交通機関経路を取得中のまま動かない場合ですね、この時は iPhone 側の Apple 純正のマップアプリを開いてから Siri に話しかけてみてください。経路の候補を選択すると経路の説明が開始されます。この時に説明音声をオフにしたい場合は、 Apple Watch から音声が出てしまっている場合は消音モードにしてもらって、 iPhone から音声が出てしまっている場合は iPhone 側のマップアプリの音量マークを選択してオフにします。話を戻して、普段 iPhone のマップのアプリを使っている方からすると、地図に自分の位置と目的地が表示されていないとちょっと分かりにくいなっていう方もいるかと思います。この時に画面下部にあるマップのアイコンを選択すると、いつも iPhone でマップを使っている時のように自分の位置と目的地を確認しながら歩くことができます。続いて Siri を使わない方法について説明していきます。こちらとしては Apple Watch でマップのアプリを開いて検索を選択します。Apple Watch シリーズ7以降のモデルを使っている場合は、キーボードで目的地を入力した上で検索をします。 Apple Watch SE であったり Apple Watch シリーズ6以前のモデルであれば、音声入力で目的地を入れて右上にある検索ボタンを選択します。先ほど話した内容と重複しますが、交通機関経路を取得中のまま動かない場合は、iPhone 側の Apple 純正のマップアプリを開いてから検索し直してみてください。検索した後は下にスクロールをして交通機関、こちらは徒歩なのか電車なのかなどを選びます。
そうするとですね、先ほど Siri でのやり方で説明した通り、経路の候補が出てくるので、希望に合ったものを選びます。この時に交通機関の候補を間違って選んでしまった場合、候補の経路が表示された画面で目的地を選択します。そうすると、優先する交通機関を選択し直すことができます。自分の希望に合った候補の経路を選択すると、経路案内が始まります。繰り返しになるんですけれども、マップを表示するには経路案内の画面の下部にあるマップのアイコンを選択してください。経路案内の音声の消し方に関しては、先ほど Siri での使い方の中でも説明しているので、こちらでは説明を省略します。はい、ここまで基本の使い方について話してきました。ここからはですね、Apple Watch でマップを使う上で、気になる点について2つ話をしていきたいと思います。まず1点目なんですけれども、マップ上で駅の出口の番号がわからないことですね。駅の出口の番号っていうのは1番出口とか A1 出口とか出口が複数ある駅にある番号のことです。で、これ iPhone のこのマップを使っても同じなんですけれども、出口があることはわかるんですよ。でも何番の出口かはわからないんですよね。経路を検索した時でも出入り口というのは表示されるんですけれども、何番の出口の出入り口なのかわからないので、待ち合わせの時にはちょっと困るかもしれません。この辺はやっぱり Google マップの方が優れてるかなというふうに思います。2点目ですが、画面が小さいので目的地周辺の情報が分かりにくいことかなと思います。いや知ってたっていう皆さんの声が聞こえてくるようなんですけれども、この点は実際使うとそこまでは気にならないんですよ。目的地への道順が分かればいいだけなので、そこまで周辺の地域が分からないといけないということは意外とないなっていうふうに使っていて思いました。あとは Apple Watch のマップ上でも地図の拡大縮小表示は可能なので、自分の好みの大きさに表示することはできます。ただですね、普段 iPhone 上でマップのアプリを使うことに慣れている方は、最初 Apple Watch で使った時はまあ違和感があるのかなというふうに思います。はい、今回はマップのアプリを Apple Watch で使うことをお勧めしたく、メリットや使い方、気になる点を話してきました。アプローチって無理していろんなアプリを使う必要はないとは思っているんですけれども、買ってみたはいいものの、いまいち使いこなせてないなとか、もっと活用したいなっていう方がいらっしゃれば、ぜひ一度こちら試してみていただいて、もし自分に合っているようなアプリだったら、ぜひ使い続けてみていただけたらなというふうに思います。今回の動画は以上となります。この動画が良かったら、チャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。